にゃせよ、カオルみだ。さあ今回は結構皆さんから外国人の友達を作りたいけどどうやって作ったらわからないっていう質問が結構来たので、これについて話していきたいと思います。まず自分で話しかけることは大前提です。1つ目、相手に対して目に見えるものについて話す。例えばバスに乗っている時、隣に座った人に対してアメリカでは洋服、靴、髪型について褒めたり、どこで買ったのか聞くことは全然 OK です。逆に韓国では隣の人にそういうことを聞いた場合、ちょっと変な目で見られます。あ、저기요、그신발되게예쁜데어디서샀어요。あ、이거요、저기、こうなっちゃいます。ただし例外として、韓国のおばちゃんたちはすごく丁寧に答えてくれます。저기요、이거모자되게예쁘신데어디서사셨어요。요저기위에쭉올라갔다가저기왼쪽에이쁜가게있거든어저기서샀어어저기되게예쁘더라뭐싸고물건도괜찮고한번가봐こんな感じになります。それと言い方によって変わるけど、韓国では体つきやスタイルの良さについて褒めることは結構嬉しいと感じる人が多いです。でもアメリカの場合、それはすごい失礼な行為にあたるので、アメリカでは絶対しないでください。2つ目、目に見えるもので話す。例えば天気について、アメリカでは天気について今日いい天気だねって話しかけて、あ、そうだね、もう何月だから暖かいしねって、こういう風に会話が続くこともあります。でも韓国では隣にいる人に、오늘날씨되게좋네요、あ、예그러네요ってなる場合が多いです。でもここでも例外で、韓国のおばちゃんたちはしっかり会話してくれます。私の経験なんですけど、バス停でバスを待った時に、おばちゃんが独り言みたいに、あいご、날씨좋다、あ、그러네요、이제다뜻해서되게좋네요、그치、그러면、お、이제、お、벚꽃놀이도가봤어、아니요、저는아직안가봤어요。で、こんな感じで自然に会話ができることもありました。3つ目、相手に対しての質問。これはアメリカと韓国共通なんですけど、趣味に対しての質問、それから食に対しての質問は全然 OK です。例えば日本に留学に来てる韓国人に、あ、혹시좋아하는일본음식있어요、あ、저는寿司를좋아해요、あ、그러면다음주시간이있을때같이寿司집갈까요、あ、네、그럼요、こんな感じでどんどん仲良くなることができます。ここで1つ注意点、アメリカは仕事とプライベートを分けたい人が多いので、仕事については聞くのはお勧めしません。それから韓国はどんな仕事をしているのかって聞くことは、相手のことについてもっと知りたいっていう行動の一つなので大丈夫なんですけど、深くは聞かないようにしてください。じゃあ今まで4つ紹介してきたんですけど、ここで一番大事なもの何か分かりますか？一番大事なのは態度です。韓国では敬語を使って礼儀を守って話すこと、アメリカでは胸を張って自信を持って話すこと、一番大事です。あとは全世界共通、笑顔で。さあ今日の動画が役に立ったなと思ったら、高評価、それからチャンネル登録お願いします。他にも知りたいこと、いろいろな意見がありましたら、下のコメント欄に残してください。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。今日はここまで、終わり。